畑尾からのボール、ヘッドで、落とす一平篠塚、ここに入ってきた高田、左渡部が上がっている、そちらを使う石光つく、渡部からのクロス逆サイドへ一平篠塚、そしてここに豊島、この時間ついに均衡を破れました、先制大宮アルディージャ。この揺さぶりがまず良かったですよね。ここもシンプルに高田から外を使って渡部、ちょっとマイナス気味にそれたんですけど、このフィールでうまく豊島に対して一平篠塚が合わせていった、ちょっと戻り気味になったんですけど、右足のアウトで戻りながら、このスライディングシュートをうまく体もこうバランスも整えながら、ゴール見てない、もう思い切って叩きつけた、スリッピーですからグランドも素晴らしい仕事してますね。